はい、コズノモ趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらです。バン、出ました。懐かしいですね。はい、カードダス、ドラゴンボールのカードダス。いやー、めっちゃいい。キラキラしてて綺麗。うん、でもなんか違和感感じる方もおられるかと思います。はい、こちらカードかと思いきやブロックなんですよ。アクリルブロック、すごくないですか。大きさもそのまんまだし、ただ厚みがすごいある。で、しかもこれね、3層構造になってるのかな。一番下がプリズムで、真ん中にキャラで、手前に文字とかっていう3層構造になってるのかな。めっちゃこう綺麗。いや、すごいこれ。うん、で、裏はね、こんな感じで、アクリルカードダスオブジェって書いてありますね。はい、それのカードダスドラゴンボール、しかも第1弾の一番最初のプリズム悟空、これね、ほんとね、当時小学生の頃ね、自力で引いたんですけど、どっか行っちゃいましたね今ね、もう完品状態だったら多分10万超えますよね。いや、マジかって話ですけれども、うん、しかもね、これがね、一つじゃないんですよね。はい、こちら2つ目、はい、スーパーサイヤ人になったばかりの悟空、フリーザ戦ですね、うん、めっちゃかっこいい。すげえかっこいい。これもやっぱこうね、うん、こう3層になってるのがわかるかと思います。いやー、すごいなーこれ、うん、ここにね、295%。はい、で、これだけじゃないんですよ。はい、ダンとね、はい、親子カメハメハセル編の時のご飯と悟空、うわ、いいね。はい、ここにね、一つ気がかりなことがあるんですよ。これ説明書書きなんですけど、これも当時のまんまなんですけれどもね、3人のサイヤ人の力が一つになった時、勝機が訪れる。この場面のことを言ってんのかな。二人ですよね悟空とご飯、うん、3人のサイヤ人の力、え、もう一人は、うん、謎だなこれ知ってる方いましたら教えてくださいはい、で、こちらドラゴンボールだけじゃないんですよね。はい、カード出すといえばっていう感じです。こちら、はい、出ました、ナイトガンダム。こちらもね、出たんですね。それの記念すべき第1弾のプリズム、ナイトガンダム。これもいいね。もう再現されてるわ。これも構造がね、3層になってます。いや、いい。はい、 SD ガンダムガイデン1番ナイトガンダム。いや、いい、綺麗、めっちゃ綺麗。これがあるっていうことは、はい、ありますね。サタンガンダム、サタンガンダムもあります。第1弾の対となるプリズムボスキャラ、サタンガンダム。これもいいな。もう、こう下から見ればわかんのか。こうやって見ると3層っていうのがわかるよね、うん、いや、すっげえ。
はい、30番魔王サタンガンダム。いや、いい。はい、ということでね、お見せしましたが、裏見せないのかっていうね、うん、いや、これアクリルでね、すごい綺麗なんですよね、うん、なのでね、開封ちょっとためらっちゃうんですよね。なのでこちらね、いいねが100超えたら開封、一応ね、やっぱアクリルなんでね、慎重に行きたいんで、あんま指紋とか残したくないんでね、ちょっと手袋はめさせていただきました。ではね、ちょっと開封しますか。はい、裏書きとかってあんのかな。前ね、カード出すはね、裏書きありましたけどね。よっ、はいはい、これが紙ですよね。裏書きあるのか、せーの、ボン。あ、ちゃんと裏も再現されてますね。うわあ、これはすごいな。うん、いやあ、すっごい。ようできてる。いや、裏もちゃんと書いてある。いや、これ素晴らしいね。いや、本当だったらね、このまんまね、飾りたいんですけどね、こうやってね。うん、いや、でもな、ほこりつくのがね、ちょっとやだな。どうしようかな。とりあえずね、今回はこの一つとなると、ナイトガンダムの方も気になりますよね。裏、3すくみあれになってるかどうか、うん、そちらを見たいと思います。はい、こちらですね、うん、こちらも指紋つかむように手袋で、はい、開封しますね。手袋だから滑っちゃうな。はい、よいしょ。はい、ではいきます。3すくみなってるか、せーの。あら、そっかそっか3すくみはちげえや、普通のガンダムだった。あ、でもすごいね、ちゃんと書いてある。うん、いや、そのまんま再現されてるわ、すげえこれ。いや、すごいなぁ。ちゃんと細かくストレートも全部再現されてる。いや、これはいい。このアクリルブロックいいなぁ。さっきね、伝え忘れましたが、これね、一応ね、保護フィルムが貼ってあるんですよ。なので、実際ね、綺麗に飾りたい場合は、ここ、端からフィルムを剥がす感じらしいです。ここの説明書きに書いてありました、はい、本品はプレートの両面に傷防止フィルムを貼り付けしております。ご使用の際はプレートの端から手で剥がしてください。剥がしたフィルムはすぐに捨ててくださいっていうふうに書いてありました。なのでこれね、うっすらですが、フィルムが貼られています。はい、まあ、でもね、そうは言ってもちょっとね、直に触れられないよね、うん、素手ではちょっと指紋がつくんで、はい、はい、ということでね、今回はね、まあ珍しいオブジェというね、オブジェ置物ですよね、うん、これはね、当時コレクションしていた方、もしくは今もコレクションしている方、これはね、ぜひね、買ってみていただきたいと思います。ということで今回は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。